偏差値30から確実に関西大学に合格する世界史勉強法。今日はこうしたテーマでお話ししていきたいなというふうに思います。僕の簡単なプロフィールを紹介します。本当にね、全く勉強はできないという状態から1年浪人して、合計高校1年からやってたんで4年間勉強して、なんとか大学に合格しました。その経験をもとに3000名の方も指導させていただいて、その偏差値がね、50未満の生徒さんのうちその9割が60まで伸ばしたという実績があります。僕自身世界史をね、受験科目で使った経験はないんですけども、ただ世界史を使った、受験っていうのは生徒さん大変多くね、されてきました。どんな勉強をやっていけば最短で実力をつけることができるか、それは十分体得しているつもりです。今日はそうした指導の経験からお話ししていきたいなというふうに思います。今日はね、こうしたテーマでお話ししていきます。まず関西大学の世界史の出題傾向、これをお伝えした後に、具体的な方法論をお伝えしていきたいなというふうに思います。ではね、まず最初にこちらのレジュメをご覧ください。関西大学の世界史は総合6なんで、なかなかね、そんな難しくないというふうに言います。日本史も、同じ6でしたね。用語知識6、応用度も6なので、非常にね、優しいと言えるレベルだと思います。マーチカンカン同士の中で明らかに優しいですね。世間一般的に見ても標準的なレベルかなというふうに思います。で、出題の、内容としましては、第4問、4つの、例題が出て、そして大体50個ぐらいを60分でさばくという感じなので、十分試験時間に対して量は、適切なんじゃないかなというふうに思います。で、東洋史が、2題、西洋史が2題ということで、若干東洋史重視というふうに言えるんじゃないでしょうかね。日本史に比べるとね、やや、難しく感じる問題もありますが、十分ね、世界史優しいというふうに言えます。あと、東洋史が、重視されるということで、中国史、これもよく出ますから、各王朝時代をしっかり学習しておくことが必要だと思います。文化史も忘れず、実際の過去問を見てみましょう。これ近代ですね。11世紀。幅広くね、年代出てますね。やっぱり日本史同様、年代に漏れがなく、しっかりね、勉強しておく必要があるかなと思います。問題の出題量もね、大して多くないという状況でしたけども、こうした傾向を踏まえて具体的な方法論をお伝えしたいと思いますが、実はですね、私のこの見ていただいている動画の大元、YouTube 備考というチャンネルの再生リストにね、この世界史の勉強法、すべて取りためています。8本あるんですけども、その中でも特にね、このナンバーワンの、動画を見ていただくと、各動画のね、メニューが説明欄にありますから、非常にその見やすいというかね、飛びやすいというふうになっているんですけども、ただね、全ての動画を見るっていうのはなかなか今すぐね、勉強取り組みたいあなたにとっては過酷かもしれませんから、この動画で関西大学に合格できる世界史の勉強法を全てお伝えします。ズバリこれです。まずね、この漫画をやってしっかり対局をつかむ、背景をつかむ。漫画ですから楽しんで読むことがとても大事ですね。ストーリーをね、楽しんでください。で、この漫画の取り組み方よくわかんないなという人は、先ほど紹介したチャンネル、このナンバーワンにこの動画のことを書いてあります。ぜひね、ご覧ください。そして、このセンター試験のツボをやり、流れ図をやって、溶岩の問題をやる。ここまで、よくね、本当に定番のカンカン同率マーチの対策だと思います。で、これまでやっておけば、十分問題ないと思いますし、もちろん過去問演習もね、忘れずにやっておきましょう。で、それぞれの参考書の勉強法、これはチャンネルの中で、この一つのね、動画に一つ二つの参考書の勉強法を説明してますから、ぜひね、確認してみてください。勉強するときにこの動画を一本、確認するっていうふうにすればね、あんまり負担はかからないんじゃないかな。
と思います。とにかくこのナンバーワンをね、まず最初に見てくださいね。これを見ればどこを見ていけばいいか分かりますから。以上のね、対策をやっていけば関西大学の世界史の力、これは十分身についていくんじゃないかなというふうに思います。ぜひね、あなたもチャレンジしてみてください。応援しています。